ラバトの王室宮殿アラウィー朝は17世紀末からモロッコを統治する王朝。シュはフェズ、メクネス、ラバト。この項目では主に1956年の植民地支配からの独立までの王朝について述べる。アラウィー家の祖であるマウラーやハサがあったヒールは13世紀後半にアラビア半島のヤンブーからサハラ公益の拠点であるシジルマサに移住したと。 伝えられている。モロッコ南部にたどり着いたマウラーやの一族はシャリーフとして現地のベルベル諸部族から敬意を持って扱われた。1631年にアラウィー家のマウラーやシャリーフはシジルマサの住民からバヤを受け政治的影響力を強める。サード朝末期のモロッコには小勢力が乱立する状況にあり、アラウィー家は小勢力への軍事支援を引き受け、 援軍に呼ばれた町を占領して、勢力を拡大した。マウラーや、シャリーフの子ムハンマドは1640年に、スース地方に拡挙するマラブーの破産を破って、ドラー警告を制圧し、ターフラルトのスルター案を実称した。ムハンマドは、フェズからシジルマサに至るラインの確保を図り、1650年には、ウジダ、ネドロマとトレムセンを獲得する。アルジェリアを支配する。 オスマン帝国がアラウィー家の拡大を警戒してトレム戦に軍を進めたためムハンマドはシジルマサに退却しタフナ付近をアルジェリアとの境界に定めたムハンマドはアラウィー家の指導者の地位を弟のラシードに譲り自らは地方の領主となって一戦から退いた17世紀半ばのサード町の混乱期にアラウィー家は ラシードの指導下で勢力を拡大していく。ラシードは、ムハンマドの時代から、アラウィー家と敵対する、スーフィー教団のディラーイー教団を、中部アトラス山脈に追いやり、フェズのイドリース家のシャリーフを服従させた。ラシードは、リーフ地方を制圧して、南北の交易路を確保し、1667年に、フェズとターザ、1669年に、マラケシュを占領する。 フェズを流れるセブー川に橋を架けて敵対していた二つの市街地フェズエル・ワリとフェズエル・ジャディドを結合し、この地を首都に定めて防備を固めた。ラシードはモロッコのイスラーム勢力の代表者としてアミール・アルムーの称号を採用し、彼の時代に国家としての基盤が整備された。ラシードの後を継いだ弟のイスマー・イールは各地の反乱を鎮圧し、1672年に メクネスを首都に定めた。イスマー・イールはアルジェリアとの国境地帯の監視が容易で、ラバト、サレなどの港湾都市に近く、フェズやマラケシュに存在する古くからの部族勢力の干渉を回避できるメクネスの地理的利点に着目していた。イスマー・イールはメクネスを政治、軍事、宗教の中心地とするべく開発に尽力したが、イスマー・イールの死後にメクネスは 首都の地位を失い、後のスルターンは、フェズ、マラケシュをととした。イスマー・イールの死後に国家の財政は逼迫し、長期にわたって社会は不安定な状態に置かれ、17世紀から19世紀にかけて中央政府の権力は限定される。1757年に即位したムハンマド3世は、シャリーフとしての決統を強調して、宗教的権威を強調し、 メッカのシャリーフと緊密な関係を持った。アラビア半島のアッハーブ思想がモロッコに導入されたのはムハンマド3世の時代である。国家を再統一したムハンマド3世は武力と増税による支配を転換し、貿易の独占と管理による収入の増加による国力の増強を試みる。1五十七年にデンマークと締結した通商協定を皮切りに、 モロッコは他の国家と通常協定を締結する。従前はモガドルが唯一の外交とされていたが、1800年にタンジ者が開港し、鎖国後にはタンジ者が唯一の外交となる。ムハンマド3世の治世から20世紀初頭まで完全収入がモロッコの国家収入の大部分を占めるようになる。 18世紀末からモロッコ内陸部や山岳地帯は中央政府の支配を拒む諸部族が拡挙する水岩の地となり政府の支配領域は平野部に限定されていた。イスマー・イールの時代に実施された部族勢力の移動、利漢、抑圧の反動として山岳地帯の部族勢力が平野部に移住し諸部族の移動は宗教団体の反抗を引き起こした。 1792年に即位したスライマーンは、分裂した王国の復興に取り組むが、政府の直轄量をわずかに回復するだけに止まった。また、スライマーンは、ムハンマド3世の方針を転換して、タンジャのみを外国への窓口にする鎖国政策を取るが、19世紀以降、モロッコは、ヨーロッパの列強諸国の進出にさらされる。列強諸国からの圧力を受けたモロッコは、 開国を余儀なくされ、1850年代から1860年代にかけてイギリス、スペイン、フランスとの間に各種の免税特権と違い法権を認める不平等条約が締結された。モロッコは1830年代からアルジェリアでフランスからの独立運動を指揮していたアブド・アルカーディルを支援し、1843年にアブド・アルカーディルがモロッコに亡命した際、 政府は民衆の声に押されて、アブド・アルカービルを支援する。1844年のイスリーの戦いでモロッコはフランスに敗北を起し、アブド・アルカービルへの援助の停止を約束させられる。1859年から1860年にかけてのスペインとの戦争でモロッコは敗北し、テトゥアンを喪失する。1860年4月にイギリスの仲裁によって、 スペインとの和平が成立するが、多額の賠償金の支払い、セウタ居留地の拡大、漁業基地の権利の譲渡などが組み込まれた、不平等条約を結ばなければならなかった。1859年に即位したムハンマド4世の下で、モロッコの近代化が推進され、国軍の強化、イスマー・イールに習った、常備軍の設置を進めた。行政、財政、 軍政改革による苦境からの脱出が試みられたが、結果は財政危機、外債の増加、列強への従属に終わる。ムハンマド4世の後を継いだ、ハサミ1世は王権の強化を施行したが、武力による強制的な税の徴収などの旧来の方法が取られ、大きな成果は上げられなかった。ハサミ一世の治世に開催されたマドリード会議により、従前はフランス、 イギリス、スペインにのみ与えられていた最恵国待遇の対象が拡大され、モロッコは開国した状態に置かれるようになる。19世紀末から20世紀初頭にかけて、アラウィー朝は統治能力を喪失し、列強の草刈り場となったモロッコ各地では、スーフィー教団を中心として、外国の排斥と打弱な政府の打倒を掲げた抵抗運動が展開される。 1894年に14歳で即位した、アブドゥルアジーズは即位当初最小のアフマドムーサーに政務を委ねていたが、1901年から申請を開始した。アブドゥルアジーズは欧米の機械類に強い興味を示していたが、ただ機械をガンのように扱うだけに過ぎなかった。浪費による国庫の疲弊と機械をもたらした外国人の影響が増し、 失望した人々が起こしたクーデターによって、アブドゥルアジーズは、スルターンの地位を追われるが、植民地化の崇勢を変えることはできなかった。1904年に締結された、英仏教唱の結果、フランスはエジプトにおける権益の放棄と引き換えに、イギリスからモロッコでの権益を獲得し、同年にフランスとスペインは、モロッコ内の両国の勢力範囲を区画した。 1905年のタンジェ事件でドイツがフランスのモロッコへの拡張を牽制した後、1906年のアルヘシラス会議でドイツの主張を入れて、スルターンの主権の保障、モロッコの領土保全、経済的機会の確保を確認しながらも、フランス、スペインに治安や財政などの内政の介入源を認め、モロッコの保護権が承認された。列強による内政干渉によって、 モロッコ人の外国人排斥運動はより激しくなり、モロッコ在住のヨーロッパ人に対する暴行が各地で発生するが、こうした情勢は介入のまたとない口実となった。1907年7月にカサブランカで発生した9人のヨーロッパ人労働者の殺害事件は、フランスによるカサブランカと周辺地域への軍事行動を引き起こす。8月にアブドゥルアジーズの2位。 アブドゥルハフィーズがマラケシュでスルターンを称し、ウラマーの承認を受けたアブドゥルハフィーズは1908年6月にフェズに入場した。アブドゥルハフィーズは、モロッコ独立の回復を期待されて擁立されたが、列強に迫られて、カサブランカ事件の責任を取らざるを得なくなり、賠償金の支払いとフランスによる東部ウジダ・カサブランカ周辺の占領を事実上追認する。 スルタンを自称する他のシャリーフ、アブドゥルハフィーズの即位を不服とする、部族集団の反乱の鎮圧に際してアブドゥルハフィーズは、軍の再編を実施するが、軍政改革の一環である、フランス軍将校の起用が新たな反発を生んだ。1911年のアガディール事件を経て、1912年3月30日に、モロッコは、フェズ条約を締結した。 名目上スルターンの統治権は認められていたものの、モロッコ北部と南部の一部がスペイン、中部の大部分がフランスの保護領とされる。内政は外国からの強い干渉を受け、外交はフランスとスペインによって行われるモロッコは事実上の植民地となっていた。アブドゥルハフィーズは国を失ったことを恥じて退位し、スルターンの位を弟のユースフに譲った。一方、 山岳地帯では、アルイコールヒバなどの部族勢力が、フランスの支配に反抗し、反乱の鎮圧に手を焼いたフランスは、有力部族の主張の地位の保全を約束し、南方を統制した。初代モロッコ総督、ルイ・リベール・リオテは、モロッコの首都をフェズからラバトに移転し、民族の分割統治、武力による弾圧と、利益誘導による、怪獣の併用によって、安定した。 支配体制を作り上げた。スペインの保護領には、スルタンの代理人が派遣されたが、実験はスペインが任命した高等弁務官が掌握していた。フランスの保護下において、ザヒールはフランス政府によって作成され、スルタンは、ただ署名をするだけだった。都市部のアラブ人と山岳地帯のベルベル人を分割して統治するために、 フランス統治下のモロッコで施行されたベルベル直霊は、アラブとベルベルからなるモロッコのアイデンティティを侵害する、フランスによるベルベル人の同化政策としてモロッコ知識人の反発を生んだ。1927年にスルターン・ユースフが没した後、彼の子であるムハンマドイブン・ユースフがスルターンの地位を継承した。1933年にフェズのウラマーと西洋教育を受けた。 ラバトの知識人によって結成された国民行動連合はムハンマドイブン・ユースフを旗頭として民衆に独立を訴えかける。国民行動連合はスルターンの主権と労働法の整備、政党制度の導入を主張し、ムハンマドもモロッコの主権を侵害するザヒールへの署名を拒否した。1937年にフランスによって国民行動連合の活動は、 非合法化され、指導者のアラールファースイーやムハンマドアザーニーらは逮捕されるが、独立運動はなおやまなかった。第二次世界大戦期、1942年にモロッコに連合軍が上陸すると、ビシー政権に抑圧された民族運動が再び活性化する。1943年6月にムハンマドイブンユースフは、 アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトと会見し、モロッコ独立の支援を要請するが、積極的な回答は得られなかった。しかし、スルタン自身が独立運動の先頭に立ったことは、独立運動の中で大きな意味合いを持っていた。同年に国民行動連合の活動家によって、イスティクラール等が結成され、1944年1月に、 独立の主張を売り込んだマニフェストがムハンマドに提出された。ムハンマド後性、第二次世界大戦後のモロッコでは、独立を公に表明することができるようになっていた。ワザーニーによる神道の結成、モロッコ共産党の民族運動への協調によって、独立運動は高まりを見せ、フランスはモロッコを、フランス連合の中に留めようとする。モロッコとフランスの 共同主権を唱えるフランスは、モロッコに住む少数派のフランス人に多数派のモロッコ人と同等の参政権を付与しようと心をるが、完全な独立を目指すナショナリストは、フランスの政策に反対する。1953年8月に、ムハンマドイブン・ユースフはフランスによって、モロッコを追放され、区ツのスルターンが擁立された。モロッコの都市部では独立派によるボイコット、 抗議運動、テロ事件が展開され、山岳地帯でも植民地行政局を目標とする襲撃事件が発生した。1954年のベトナムのディエンビエン風の陥落、同年11月のアルジェリアでの独立戦争の勃発によってフランスの威信は低下し、モロッコ問題は国際連合でも議論の対象となる。フランスに対する内外の圧力が強まる中、 亡命中のムハンマドとフランスの交渉が行われ、1955年11月にムハンマドはモロッコに帰国する。1956年3月2日に独立協定に上院、同年にセウタ、メディーリャ、サハラ地方を除くスペイン領とタンジャがモロッコに編入された。独立後のモロッコでは、スルターンから国王に称号を変えたムハンマド5世のもとで、 立憲王政と大義制に基づく国家機構が構築される。二院制の議会が設けられているものの、国王の権限は非常に強い。徴税、軍政改革、部族判断への対処が歴代のスルターンの課題となっていた。行政の長として大宰相が設置され、主に地方の有力者との交渉を担当していた。港や大都市には財務官が置かれ、 長を管理する財務大臣が彼らを統括し、外国との交易の活発化に伴って、海の大臣が新設される。地方の統治は部族長を通して行われ、カーイドには現地の部族から人気が高い人物が任命されるよう取り計らわれていた。イスマー・イールはオスマン帝国のイにニチェリ制度に着想を得て、少年期から教育と訓練を施した。 黒人傭兵軍団ブハーリーを設置した。ブハーリーの名前は、旧世紀の学者、ムハンマド・アル・ブハーリーのハディース州の上に手を置いて、スルターンに忠誠を誓ったことに由来する。奴隷として購入された、黒人少年が10歳になると訓練が始められて、抱け物の扱い方などが教え込まれ、十四、十五歳頃に、乗馬や水泳などの軍事訓練が始まり、十八歳に、 なった、黒人奴隷は軍隊に登録された。イスマー・イールは、ブハーリーの力を頼みに、部族反乱を平定し、オスマン皇帝のカリフとしての権威を拒絶した。部族的な基盤を持たない、ブハーリー、免税特権を与えられた、特定の部族で構成される部隊が、アラビー朝の軍隊の中核となっていた。また、ブハーリーの設置に伴って、軍事費を充填するため、 イスラーム法による税とは別に、内バという戦争税が設けられた。イスマー・イールの死後、強大な権力を有するブハーリーが独自に、スルタンを擁立し、新たに即位した王は、ブハーリーの承認を求めなければならない時代が続いた。かつては、アラウィー朝の君主は、軍事指導者の称号である、スルタン、イスラーム教徒の指導者の称号である、アミール・アルムー。 政治的指導者の称号であるマリクなどの複数の称号を有していた。かつてのアラウィー朝は預言者ムハンマドに連なる血統を根拠としてスルターンを自称していた。1956年の独立後、スルターンムハンマドイブンユースフはスルターンの称号を国王に変える。再独立後もなおアラウィー朝の君主はアミール・アルムーの称号を保持している。 シャリーフを称するアラウィー朝の君主は、モロッコ内のシャリーフたちの指導者となり、シャリーフの決闘の認定という手段によって彼らを統制した。アラウィー朝統治下のモロッコでは、シャリーフ決闘が政治的に、あるいは象徴として重要な意味合いを強く帯び、シャリーフ崇拝が顕著な地域となる。また、各地の宗教勢力を抑制するため、イスマーイールの時代に、 スーフィー教団やマラブーのザーウィアの本部がフェズに集められた。ハサン2世はアミール・アルムーの称号を積極的に全面に押し出し、宗教的権威を強化した。国境であるイスラム教の守護者、秩序と安全の保護と引き換えに、国民から支配者としての権威を認められる、バイアの関係からなる中性的なカリフの概念が国王の権威と結合し、 国王の権力と権威をより高めている。ハサン2世以降のアラウイ城の君主は、外的には近代的な国王として、モロッコ国内では、神徒の長として振る舞っている。1631年から1666年までターフラルトのスルターンを自称1666年からモロッコのスルターンの称号を使用。ありがとうございます。